セッタセッタの裏かかと部分に、跡金がついているセッタ。セッタは、畜皮造りの裏面に皮を張って、防水機能を与え、皮底のかかと部分に尻鉄がついた、日本の伝統的な履物の一種で、痛みにくく丈夫である。また、湿気を通しにくい。諸説あるが、千利休が水を打った路地で履くためや、下駄では、積雪時に、葉の間に、雪が詰まるため考案したとも、 利休と交流のあった茶人ヘツの衣装によるものとも言われている。主に茶人や風流人が用いるものとされた。現代においては男性が着物を着る場合は、セッタが多く用いられる。また宗教的にも身分の高い僧侶がよく用いている。江戸時代には、江戸長武行所の同心が必ずバライト口のセッタを履いており、セッタチャラチャラは彼らのトレードマークだった。 現在のセッタのかかとに用いられている形状は主にバテー型とテクタ型がほとんどであるが、江戸時代のセッタはベタガネ型という金属製の支示鉄が打ち込まれているものが一般的であり、これをチャラチャラと鳴らしながら履くのが意気とされた。ところが、このベタガネは非常に音が響きやすい材質であり、金属製なこともあって音がうるさい、滑りやすい。 傷がつきやすいなどの問題点も同時に指摘されていた。そのような理由により、長い年月を経て改良がなされて、現在のような馬蹄型とテクタ型に進化していったという経緯がある。現在、ベタ金型セッタを購入するのは難しいが、一部の履物店で積極的に取り扱っている例もある。かつては愛知県津島市が全国のセッタ生産の半分強を占めていたが、 2010年の第一人者的職人の死去に伴って製作所が閉鎖されたため、今後はシェアの変動も考えられる。近年では、セッタ表を模した型をシビにいる表に鼻を固定し、革や合成体を接着した、軽装造りや軽相リと呼ばれる履物が出回っているが、これらの作りは、セッタよりもヘップサンダルに、 近く、主にカジュアルな様相に合わせる履物として普及している。大相撲の力士は、三段目以上に上がらなければ、セッタを履くことを許されず、ジョニダン以下は下駄となる。同じセッタを履ける力士でも、三段目は素足に、エナメル製のセッタ、幕下は黒い度に、エナメル製のセッタ、重量以上は白い度に、畳敷きのセッタとなる。セッタは、 靴と違い、足を包み込まない構造のため、子供がセッタを履いていると足が幅広く成長し、体が安定しやすくなる。足指を圧迫しないため、外反母趾にもならない。また、足が蒸れないため、足白線にもなりにくい。多湿な日本に適した履物である。ありがとうございます。